ああ、綺麗。友達と一緒に空を見上げながら歩いていると、今日の太陽はいつもと違って見えます。周りに虹のようなリングがあるように見えるのです。友達は、おい、見ろよ、と言い、スマホを見せてくれました。そして、直接見たらダメ。あ、ちょっと待って、と言い、あれは太陽の傘だ。すぐに避難する場所を見つけなきゃ。大きな傘を持っていない限り、ずぶ濡れになるぞ、と続けました。太陽の傘は雪や暴風が迫っていることを示す自然の兆候です。数億もの細かい氷の結晶によってできている雲が原因で、太陽光がこの結晶を通過することにより虹が発生するときのように光を分裂し屈折させるのです。でも太陽の光輪を直接見てはいけません。めったに見られるものではなく、すごく美しく魅力的ですが、紫外線によって網膜の露出した組織が焼けてしまい、目に深刻なダメージを受けることになってしまいます。もし遭遇したら絶対に気をつけてください。サングラスをかければ大丈夫ですからね。この現象は約40分続きました。これらの雲は夜間には月の周りに同じような不気味なリングを発生させることもあります。2020年6月、人々は嵐の際に現れることのあるカナトコ雲を見つめていました。強い気流により水蒸気が上昇する際に形成され、成層圏の下部に当たることにより空気が膨張し広がってカナトコのような形の雲ができるのです。そして時々キノコのような形になることもあります。カナトコ雲は危険な嵐と稲妻を発生させることもあるので、突然の稲妻とも呼ばれています。この落雷は嵐から数キロ離れた青い空から魔法のように突然発生します。そしてカナトコ雲の上部から発生する雷は普通の落雷よりも10倍も強力なんです。巨大な雲を目撃した人々は怖がって、何かひどいことが起こっていると思ったようです。地元の人々は当局の説明よりも前にソーシャルメディアに巨大な雲の写真をアップロードしていました。当局はそれが自然現象に過ぎず美しい現象であると伝えることにより、なんとか人々を落ち着かせました。通常これらの雲は風の強さに関係なく、消えるまで一定の地域にとどまる傾向があります。フランスの西海岸を見渡すと列島が見えます。その美しい青い海、綺麗な砂浜と見事な灯台により、この場所は非常に人気のある観光スポットになっています。でも列島の一番の魅力は海岸のすぐ近くに見える四角い波。この奇妙な波は海上の巨大なチェス盤のように見えます。多くの観光客はこの波に魅了され、珍しい自然現象の写真を撮るために近くの灯台などの高い場所へ移動します。この正方形の模様を上から見下ろすと、下に金属のグリッドがあるように見えると言われています。これらの波の模様はすごく魅力的ですが、遠くから楽しむのが正解で、海には近づかない方がいいのです。これらの四角い波の原理を理解するには、まず波の発生の仕方を知ることが大切です。普通の波は風や天候に応じて水面を何キロか移動しています。そして天候が穏やかな日でも、他の地域で発生した嵐が周囲の穏やかな海に影響する波を発生させることがあります。崩れずに遠くの海岸までたどり着く波はうねりと呼ばれていて、地域的な風によって発生する波とは違います。そして反対方向から来た2つのうねりがぶつかり合う場所では、方形波またはクロスシーが発生しているのです。列島の近くで見られる四角い波が発生するのはこれが原因になっているのです。この波は人々がこの島に訪れる理由の一つになっていますが、普段はリラックスしながら穏やかな海を楽しむことができます。クロスシーは特定の天候下で特定の時期にしか見られません。それに列島の付近では四角い波が現れた時には海から上がることが常識だとされているので、海で行方不明になるような事故は滅多にありません。また島内には観光客が多いため、この時期には水に入らないよう警告する標識がそこら中に立てられています。でもメッセージが全員に伝わるわけではありません。時々海を泳いでいて溺れかけるケースもあるとのことですが、ほとんどの場合は無事に脱出できているようです。この四角い波は世界中で他に見られる場所がないので、時間とともに有名になり始めました。実際列島以外の場所では四角い波は発見されていません。ですがうねりは世界中の海で発生しており、
クロスシーになっている海域もあります。でもぶつかり合う角度が浅い場合、同じ方向から来ているわけではないのにそのように見えることもあるのです。言うまでもなく、うねりは遠くに移動するにつれてだんだんと勢いを失っていき、うねりの頂点や波の上部は丸くなり滑らかになってしまいます。列島の特別な風と天候のパターンは文字通り完璧な環境なので、誰にでもはっきりと見えるクロスシーを作り出しているのです。2009年イタリアではある男性が台所で点滅する謎の光を目撃しました。彼は何が起こっているのか理解していたので、すぐに家族を安全な場所に移動させました。それから数秒後、地域全体を大地震が襲ったのです。彼の家族は素早い反応のおかげで生き残ることができました。この男性はこの点滅する光が地震の前兆であることを知っていたのです。人々は何年もの間この不思議な光を目撃してきました。中には宇宙からのサインであると考える人もいるほどです。科学者たちは真剣に受け止めていませんでしたが、写真の発明後、この奇妙な光の証拠が確認されたため、そのつながりに気づいたのです。光が現れるとその直後に地震が発生。さらに研究を進めてみると、実際数百年前にも地震光が記録されていることを発見。地震の直前に地面から青みがかった炎が出ていたというのです。これってかなり不気味ですよね。クリスマス赤ガニは年に一度驚くべき活動をし始めます。正確な日付は予測できませんが、移動期間は月の満ち欠けと10月から2月初頭の降雨量によって決まるということ。カニたちが刺激されると森の中にある巣を出発し、海に向かって大群で移動し始めます。そして数百万の赤ガニが赤い塊になって島を移動し海に向かうのです。そして産卵した後、再び一斉に森に戻り、翌年に同じことを繰り返すのです。インドのメーガーラヤ州には生きた木の根だけで作られている橋があります。この橋は一度に50人以上を渡らせられるほどの強度を持つ、絡み合った太い根でできているんです。カーシ族とジャインティア族は下にある川を楽に渡る手段が必要だったため、これらの珍しい橋を育てる技術をマスターしています。これらのルートブリッジの中には180年以上前に作られたものも。部族のメンバーたちはこれらの橋が成長し反対側の土手に到着するまでの間、ずっと根の世話をします。ちなみにこれらの橋を成長させるためには10年から15年かかることもあるようです。その過程で根がお互いにしっかりと絡み合い、橋が頑丈になります。そして橋が完全に成長すると500年以上持つことも。枯れ始めてしまう根もありますが、新しい根が常に成長し続けているため、この珍しい自然の橋は長持ちするのです。太陽柱は地上から空に向かって発射されたり、雲から降り注ぐカラフルな光線のことです。通常それらは太陽光が空中に浮かんでいる氷の結晶に反射した時に発生するので、低温の時にしか見られません。空気中にある結晶の数が多いほどカラフルで明るい柱が高くなるのです。一般的には日の出と日の入りの際に見られます。世界中には輝く光でいっぱいの隠れた洞窟がたくさんあります。この光は洞窟の中に生息している数百のツチボタルによるものなんです。これらの洞窟の中には3000万年以上前から存在しているものも。そのほとんどはニュージーランドとオーストラリアで発見されています。ちなみにツチボタル自体が光っているのではなく、幼虫が粘液で作られた糸でネットを作っているのです。そして洞窟を照らしているのはこのネットなんです。これはツチボタルの餌になるハエや他の昆虫を引きつけるための罠の役割を果たしています。レインボーユーカリの噂は 100% 本当です。フィリピンとインドネシアで見られるこのカラフルな木はレインボーガムとも呼ばれています。虹色の色合いは新しい樹皮と古い樹皮の色のコントラストによるもの。樹皮の薄い表面層が剥がれるとよりカラフルで目を引く色の新しい樹皮が見え始めます。新しい樹皮は緑色をしていて、紫色、赤、そして最終的に茶色へと変化していくのです。これは木にクロロフィルが含まれているためで、樹皮を緑色にする効果があります。樹皮のストリップは老化するにつれてクロロフィルを失い始めるので、ゆっくりと色が変化していくのです。